はい、皆さんどうもごきげんよう、ひろきです。山形新幹線は開業30周年を迎えますのポスター、本日来ているのはここ東北の奥羽本線山形駅です。ここからはですね、山形新幹線翼号が東京方面、そして北は新庄駅の方まで伸びています。最近だと山形新幹線もね、秋田新幹線と同様に全車指定席になりました。自由席で乗車することは不可能になりましたが、先ほどの新幹線ホームの反対側にはこのようにして3番線と4番線があります。そのホームに降り立つと正面から普通列車が入線をしてきました。関東でいう高崎線とか、あとは東海道本線で使用されている211系みたいな電車ですが、こちらは719系です。交流電車なので関東で活躍をしている211系とは顔は似てるんですが、その性能システムは全く異なる電車となっているわけですね。さあ、そしてこの奥羽本線の区間はですね、今やってきたこちらの米沢行きの列車、このような感じで普通列車とそれから新幹線が同じ線路上を走る、かなり全国的に見ても珍しい区間となっているわけなんです。こちら線路をご覧いただきますと、こっちの線路だけ線路幅がかなり広くなっていることがわかるかと思います。に対して右側の線路を見ていただきますと、こっちの方が幅が狭くなっているわけですね。その右側の方が JR 在来線なんかが走る狭軌という線路幅で、そしてこの719系が停車をしている方の線路幅はなんと新幹線と同じ日の目の標準軌が採用されているわけなんです。新幹線の方は特急券なんかを見る関係で改札を1回かませる必要があります。なので3番線4番線が山形線奥羽本線で、普通列車の米沢行きなんかが出発するホームに対して奥の方、あっちの方に今見えていますけれども1番線2番線こうしっかりと山形新幹線の表示が掲げられております。ホームは分けられているんですが、この山形駅を出発するとそれぞれ同じ線路に合流をします。そしてちょっとこちらご覧いただきたいんですが、新幹線ホームにこれね、55番線番線表記みたいなやつがあるんですが、まあ、多分これ列車の最高速度を示す表示だと思うんですが、まあ、ただ山形駅を通過する山形新幹線ないでしょうし、55キロこれ一体何の表示なのか、ぜひねご存知の方コメント欄にて教えていただけると幸いです。僕もこれ気になるな。さあ、始発駅山形駅を出発、まあ、今回はここから米沢を経由して峠を越えて福島駅まで、この奥羽本線山形新幹線の歴史を紐解きつつ進んでいきたいと思います。ほら、もうご覧いただいて分かる通り線路幅ご注目ください。これ JR 在来線の線路幅よりも一回り広くなっているわけです。完全に新幹線規格の線路の上を普通列車が走っています。ここからさらにね、すれ違いのシーンなんかは普通列車乗ってるのに対向から新幹線が来るみたいな非日常的な光景も味わうことができますので、この区間はね、車窓を見てて本当に飽きないですね。この719系は普通列車の顔をして、かつ新幹線用の広い線路幅で作られた一番最初の初めての電車らしいですね。詳しく言うと719系のこれ5000番台という区分、車内にはボックスシートもあるんですけれども、これ座席の区分が面白くてですね、座席ご覧いただきますと中央だけこれボックスシートみたいな感じになっておりまして、でその後ろの座席はまあこんな感じで特急列車みたいな感じで同じ方向にさらに2つ座席が並んでいるわけですね。これ全ての座席が中央を向いていることから集団見合い式の座席とかとも言うんですが、あんまりこの方式の電車最近では見ませんよね。最近長野電鉄の方に遊びに行ったんですけれども、その時運転していた元成田エクスプレスの253系とか、ああいう1990年ぐらいに製造された列車によく見る、そんな座席配置です。一見するとね、211系のボックスシートとかにもよく似てるんですが、まあ、こんな感じで2つ目のこのクロスシートはですね、前に座席がもうすぐ来ているので、ちょっと狭いような空間になっているわけです。まあ、座席に関しては首都圏で走っている電車のボックスシートなんかよりもだいぶ柔らかくてね、快適に移動することができます。そして山形を出発してすぐ車両基地が現れるんですが、皆さん水色っぽい新幹線ご存知でしょうか。あれ最近引退したトレイユ翼号っていう新幹線で、もうその名の通りこんな感じで車内に足湯があって、世界最速の足湯新幹線として知られていたんですが、
最近引退をしてしまいまして、あの車両は一体どうなるんでしょうかね。さあ、かなり軽快な足取りで走行中。この区間一応新幹線と併用っちゃ併用なんですが、まあさすがに新幹線ほどの最高速度を出すことはできず、山形新幹線翼号の最高速度は130キロに対して、こちらの普通列車の方は110キロと制限がなされております。さあ、そして反対側、一応この区間は複線で続いているんですが、右側の線路をご覧ください。これレール、2本のレールの右側の一番右側のレールのさらに内側に少しこう筋のようなものが通っているのをお分かりいただけますでしょうか。下り線にだけよく見ていただくと、凹凸のようなこう器具のようなものがずっとこれ取り付けられているんですが、そう、この区間山形から蔵王の間はしばらく三線機場といって、内側に在来線の狭い線路幅の車両でも通れるようにもう1本線路が敷かれていた、つまり3本のレールによって構成をされていたんですね。それはなぜかというと、正面到着する蔵王駅ご覧ください。他の駅に比べると明らかに構内が広くなっているわけです。まあ、ただ山形新幹線はこの蔵王駅全列車が通過なんですがね、ホームをこうして見ていただきますと、石積みの古いそして低い客車対応のホームが長く連なっています。そう、この区間山形新幹線が開業した後も、実はおそらく仙山線とかを経由してやってくるセメント、それから石油の貨物列車なんかがこの蔵王までやってきて、そしておそらくね、向こうの側線の方も使用されていたんでしょうけれども、蔵王の方にこの貨物専用線が伸びていたんです。なので山形と蔵王の間は1998年ぐらいまで三線機場がずっと残されていたというわけなんです。少し歴史をたどっていきますと、もともと1992年にまずは福島から先ほどの山形の間、山形新幹線が開業することになります。まあ、それまでは、まあ、現在でもそうなんですけれども、奥羽本線として活躍をしていたこちらの路線、当時は東京を出発した寝台特急か福島駅の方からこっち山形の方に乗り入れ、奥羽本線の方にやってきて、現在の山形新幹線の終点新庄から湯沢の方に抜けて秋田、青森と、そういったルートで走行していたわけなんです。まあ、ただ山形新幹線を走らせるとなると、新幹線と同じ線路幅にこの区間ね、全部線路幅を改良して線路幅を拡張する必要があったんです。なので4年かけてまず福島から山形の間、回帰工事、線路幅を変える工事が行われたと。すごいことですよね。長い歳月がかかりまして、92年に開業した後も先ほどの蔵王駅までは三線機場が98年まで残されていたということになります。この知識を念頭に置いて奥羽本線の車窓を見るとね、これまた面白いんですよ。さあ、次到着する駅は茂吉記念館駅。この駅はもともと北上野山駅として開業したんですが、新幹線開業に合わせて駅名が変えられました。さあ、そしてこれホーム見ていただくと、ここで明らかに後ろにホームを延長した跡があるわけですね。そう、この駅も山形新幹線開業に際して駅のホームの長さが延長されたんです。それまではこちら側、手前側の 2,3 両分ぐらいしかホームがなく、当時走行していた列車っていうのは長距離列車、まあ、機動車もしくは客車でしたから、そういう優等列車、青森とかの方に行く客車はこの駅には停車することはできず、短い機動車の列車だけが停車をしていたみたいです。正面の電柱の年号を見ていただきますと、1967年とあります。まあ、これは紛れもなく山形新幹線が開業する前、完全に在来線の奥羽本線時代の年号ですので、このホームはおそらく新幹線がこの地にやってくる前、かつての客車や機動車なんかがバンバン走っていた景色を見届けていることなんでしょう。さあ、そして進行方向右側の車窓をご覧いただきますと、民家がたくさん増えてきました。そして奥にはちょっと小ぶりながらも立派なお城が建っています。おそらくあれは上野山城であってると思うんですが、ここら辺は温泉地としても有名、山形新幹線も停車をする上野山温泉駅ですね。ここら辺の地形もかなり面白くてですね、ここら辺は山形盆地、まあ、別名上野山盆地とも言うんですが、辺り一面を山に囲まれて、でその中の若干低い土地にピンポイントで線路が通され新幹線が通っているということになります。
あの甲府盆地とかを連想していただくと分かりやすいんですが、あの甲府駅と同じような光景、もう四方八方を見渡すと山に囲まれている、そんな地形をね楽しむことができます。上の山温泉駅のホームも一段低くなっている客車に対応したホームがずっと先の方まで続いています。もうこのホームはずっと長いこと使用されていないのでしょう。上の山温泉も当時から温泉地として有名でしたので、新幹線が開業する前まではきっと優等列車なんかもたくさん停車をしていたんでしょう。さあそして見応えありますね、新幹線とのすれ違いです。全国探しても多分この光景見ることができるのは山形新幹線とそれから秋田新幹線くらいですからね、いつ見ても新鮮に感じますが、この奥羽本線という路線名もですね、実際に正式な区間は福島県の福島駅から青森駅までの区間を言うんですが、もう実際はズタズタに運転系統が分断されてしまっているわけですね。途中の新庄駅で絶対に新幹線を降りて乗り換えないといけないし、新庄から先は普通列車しか走っていない区間、そして途中の大曲からは今度秋田新幹線が乗り入れている区間になりますので、また線路幅が変わり、直で乗り通せるのは本当に新庄福島間、それから秋田青森間、これぐらいですかね。ずったずたに引き裂かれてしまっております。途中宇前中山駅に到着、この駅は新幹線は停車をしませんが、通過列車にご注意くださいのこの注意書きも書かれております。新幹線はこの区間を130キロのかなりのスピードで通過、まあ、他と比較するとこれ新快速とかと同じぐらいのスピードで新幹線が横を通過していくということになります。さあそしてこの駅まではずっと山形からしばらく複線の区間が続いていたんですが、ここから途中の赤湯駅付近までは単線区間を走行していくわけですね。新幹線の区間ですらこのようにして単線、実はさっきの宇前中山駅からさっき走行してきた山形駅の間というのもかつては単線区間だったんですが、やはり山形新幹線の開業を見越して1986年に晴れて複線化が行われております。まあ、ただこういうふうに少しこう主要駅から離れた山間部を走る路線に関しては、まあ、1本であっても途中上下に信号場とかがあって列車の行き違いをすることができれば、まあ、わざわざ線路をもう1本増やす必要もなかったんでしょう。単線で賄われております。なので奥羽本線は割と単線と複線の区間がこう交互にやってくる、そんな見応えのある車窓でもあります。さあそして駅を通過する際も新幹線が通れる秘密が隠されておりまして、ここをご覧いただきますと、こう線路今走行している左側の方はまっすぐ線路が敷かれていて、で右側の線路はくるっとこうカーブをするような感じで右側にホームが設置をされているわけですね。これ一線スルー方式と言いまして、基本的に上り下り両方ともこの一番線の方に列車がやってきます。で列車の待避を行う時だけ片方の列車が右側の方に入線をする、そういった形が取られているわけですね。まあ、なので使用頻度の低いこっちの反対側右側のホームと線路は結構もう線路の上もちょっと錆び気味で、列車はあまり入っていないのかなとそういう風に感じますね。まあ、この方式であれば左側の線路をご覧いただきますと、やっぱり線路がまっすぐになっているので新幹線でもスピードを落とさずにそのまま走行することができるというメリットがあるわけですね。赤湯駅の手前に差し掛かりますと、ここら辺も山あいの景色になってきます。ところどころ上り線と下り線が離れてはくっついて離れてはくっついてを繰り返すわけなんですが、まあ、ここら辺も一番最初客車時代は単線で開業して、でそこから需要が増えてきて複線化、こういった形になっているところも多いので、単線トンネル、まあ、トンネルが2本の線路に対して1つ掘られているのではなくて、まあ、当時単線時代を彷彿とさせる1本に対して1つのトンネル、これがね2つ設置されてあるという、こ
こういった形がね数多く見受けられます。どっちか片方が一番開業当初の単線時代の路線ということになるんでしょうね。先ほどは山形盆地という地形でしたが、もうこの辺りまで来ると今度米沢盆地、まあ、同じく周りを山に囲まれたような地形が広がるようになります。まもなく赤湯に到着なんですが、実はここでもう一つ路線と合流をします。非電化なので全然わかりませんが、突如田んぼの中から一本のレールが顔を出してきました。これが山形鉄道フラワー長井線という路線ですね。もう僕も全然乗ったことない、これに関してはまだ人生で一度も乗車したことないんですが、この赤湯駅からさらに山形県の北西の方角に進んでいって、途中で米坂線と合流をしたりする、そんなローカル線になっているわけですね。いましたね、1両編成のディーゼルカーによって運転をされています。この赤湯駅もさっきの上山と同じ温泉地、蔵王もそうですし、山形には本当にね温泉地が多いなという印象ですが、これステップを見ていただきますと、列車のこの降りる部分とそれからホームの間に1段ぐらいね差があるのお分かりいただけますでしょうか。ちょっと上から撮ってるので見づらいんですが、以前も解説をしましたが、昔走っていた寝台列車、客車で運転されていた長距離列車っていうのは、まあ、機関車に引っ張ってもらうので床下にそんなに機器類を搭載する必要はなく、今の電車なんかよりも床下がこう低かったんですね。なので低いホームが採用されているのは当時の客車列車の名残ということになります。さあちょっと天気があいにくの曇りで少し雨が降ってきてしまいました。ちなみに現在運転している山形新幹線の新幹線名称は翼号なんですが、新幹線の名前一つとっても実は昔のかつて運行していた列車たちの名前が引き継がれている例というのが数多く存在をしております。翼号もその一つなわけなんですね。例えば北陸新幹線の白鷹号、それから浅間号、上越新幹線の時号なんかは漏れなく在来線特急時代の名称からその名が引き継がれているわけなんです。実はこの山形新幹線翼号の翼の名前も時を遡っていくと1961年に運行を開始した特急翼号が由来をしているんです。もう半世紀以上前の列車名称が語り継がれているというとなんだかちょっと嬉しくなります。デビュー当初の1960年代っていうのはキハ80系と言われている、これものすごいオンボロな機動車が使用されていたわけなんですね、まあ、ルートとしては上野を出発して福島まで東北本線、そこから大伏線に入って米沢、山形、新庄、そこからさらに北上して横手、秋田と上野から秋田までが結ばれていました、まあ、当時はディーゼルカーが用いられていたということで、これから新幹線に乗ってご紹介をしますが、福島から米沢の間には板谷峠というかなり急勾配な峠が存在をしております。この区間当時の列車っていうのはね越えることが結構きつくてですね、機動車に補助機関車と呼ばれている力持ちな機関車、電気機関車を先頭につけて、で機動車を引っ張っていくと、その峠の区間だけ機関車によって引っ張ってもらうと、そういったちょっと複雑な運転方式が用いられておりました。その後1980年あたりからは今度ディーゼルカーではなく電車による特急翼号が運転をされ、まあ、電車の方が動力馬力がありますから板谷峠はこの電車だけで越えられるようになったと。そして晴れて山形新幹線による運行が開始され、在来線特急は廃止、新幹線による運行が開始されたと。翼号という列車名称を一つとってもその奥行き、歴史の深さというのはとんでもないことになっております。この沖玉駅に関しても奥の方にもう使用されていないプラットフォームがありますが、かつては貨物輸送がこの地で行われていました。さあそして正面米沢駅が見えてまいりました。線路幅が同じなのでこの列車の正面に新幹線が停車をしているというとっても不思議な感覚です。この大本線でも普通列車は、まあ、大体この米沢からさっき来た山形の間では1時間に1本ぐらい運行しておりまして、新幹線が止まらない駅をカバーしているんですが、ここから先米沢から福島の間は、まあ、先ほど解説した通り板谷峠、峠を越える山道を走行するわけなので列車の本数が極端に少なくなります。
こんな感じですよ。時刻表を見ますと、これ13時8分発のやつ、これしか日中運転されておらず、その前後は朝の8時と夕方の18時近くということになってしまいますので、この区間を走行する際はもう特急課金というか新幹線課金が必須な区間となっております。ちなみに一見すると全て同じように見える翼号の中でも、この子はちょっとね、こう不機嫌そうな目をしているわけですね。こっちは1000番台で、もうちょっと怒ってるような釣り目っぽくなっている新幹線もあります。そっちが2000番台なので、厳密に言うと山形新幹線の顔というよりかは表情は2つ存在するということになります。よく見ないと気づきませんけどね。さあ腹ごしらえを終えまして、次に乗車するのは翼150号の東京行きです。16時38分発、これ翼号は全車指定席になったものの、この在来線区間に関しては立ち席特急券を購入することで空いている座席を使用することができる、自由席特急券並みの安い金額で新幹線に乗車をすることができるので結構お得ですね。見た目は立派な新幹線ですが、在来線の新幹線よりも狭い幅でもホームにぴったりと入線をします。これぞミニ新幹線の威力ですね。新幹線ホームの方に入線する際はドアの下の方にあるステップをパカッとこう開いて隙間をうまくカバーしております。さあ米沢駅を出発です。米沢を出発すると次の停車駅は福島駅ということで、もう一気にこの先の難所板谷峠越えを行っている列車は福島県の方に入っていきます。これもなかなか鉄道 YouTuber に取り上げられることの少ない路線ですが、今見えたのは米坂線ですね。ここから坂町の新潟の方まで続いていますが、まあなかなか乗る機会の少ない路線で、一応こういう風に非電化の線路がずっと沿っているんですが、もうすぐにここで分岐をしてしまいます。山形新幹線はさらに進行方向左側の方へ。車内をご覧いただきますと、例えば最近の新幹線 N700S とか、それから E7 系とかはもう正面の電光掲示なんかはフルカラー LED とかになっているんですが、この E3 系はだいぶね、車内の仕様が古くなっているのがお分かりいただけるかと思います。これね、調べてみたんですけれども、今乗車をしている編成はなんとかつて秋田新幹線で使用されていた編成ということになるんです。秋田新幹線開業当初はピンク色のね、塗装でしたけれども、そこからスーパーコマチ号 E6 系がデビューをして、で今度塗装を変えて山形新幹線にて第二の人生を歩んでいるということになります。なのでほら、座席とか見ていただいてもちょっとね、最近の新幹線よりも仕様が古くなってるわけですね。昔の国鉄特急の座席にもありましたけど、この座面スライドとそれから背もたれのスライド、この2つのボタンによってリクライニングが行われる方式が採用されておりまして、すごい懐かしいなという感じがしましたね。さあ列車はかつての薄い峠と並ぶくらいの難所と言われていた板谷峠越えに差し掛かっております。これ最高速度もさっきまでは130キロぐらいで新幹線は運転をしていたんですが、ただここはさすがに峠越えの区間ということもありまして、最高速度はこの区間だけ一部はね、55キロ以下と、かなりゆったりとしたスピードで走行していくシーンを見ることができます。どんどんとこのようにしてね、ゆっくりと勾配を登っていくわけです。昔の客車列車はこの区間急勾配を越えるために両隣の駅で機関車、補助機関車をつけて引っ張ってもらいつつこの坂を登っていました。車窓を見ていただくと、これ所々でなんか風よけのようなものが見受けられるんですが、この風よけっぽいやつもなんかもうぶっ倒されてしまっているわけなんですね。風だけではなく、この板谷峠付近はかなりのね、豪雪地帯としても知られております。風、雪、そして急カーブが連続する区間なので、この区間は特に所要時間が長くなってしまう原因ともなっているわけなんですね。なので最近話題に上がっているのが、この板谷峠にトンネルを通してもうカーブじゃなくて地面の中ぶち抜いてやろうぜと、そういう計画も浮上しているんです。新板谷峠トンネルの構想というのが実は存在をしておりまして、
地質調査なんかも2015年に完了しており、またはトンネルを完全に建設するとなると、あの着工から15年近くかかるみたいですね。2040年代前半に開業することになるという、ね、発表がなされています。一体どのようにしてここら辺の景色も変わっていくんでしょうかね。さあ、そして次に通過する駅なんですが、これ峠駅、ご覧いただきますと、なんかとっても面白い構造、人間の足みたいな形になっているんですが、かつて山形新幹線ができる前まではこの駅はスイッチバック構造だったんですね。右足の部分がスイッチバックのような形になっていて、ちょうどこの線路も急勾配状に線路が通されておりますので、そこでは列車は停車することはできず、平坦なところに1本線路を敷設して、そこを駅としたスイッチバックの名残が今でも地図上で確認することができます。お、そして今通過している駅、この駅はおそらく板谷駅で、この板谷峠のちょうど峠部分にある駅ですね。今一瞬向こうの方にスイッチバックの跡が見えましたが、板谷駅もかつてはスイッチバックでした。さっき通過してきた峠駅とともに、ここら辺の駅っていうのはあのシェルターによって駅のホームが覆われているような構造になっているわけなんですね。冬は雪が降り積もってポイントが凍結して使えなくなってしまうため、それを防ぐために設置されたシェルターとなっているわけなんです。さあ、列車は峠を越えて福島県内に入ってきました。先ほどの板谷駅を越えると、もうずっと下り勾配ですね、下り坂をずっと下って峠を降りていきます。東北線、阿武隈急行線、はい、止まります。川が開くまで少々お待ちください。お乗り換えのご案内をいたします。東北新幹線下り山彦。この区間1日6本だけ運転されている普通列車に関しては、ここから正面に見えているあの地上に設置されている線路を通って地上の福島駅の方に入っていくわけなんですが、ここから新幹線直通翼号はみるみると勾配を登りまして高架線へ、そして奥の方、山をぶち抜いている東北新幹線のトンネル、それから高架線が見えてきました。福島のアプローチ線です。このアプローチ線を伝って翼号は東北新幹線福島駅の構内に入っていくわけですね。このアプローチ線も今は単線として機能しているんですが、工事が行われてもう一本追加されて複線化工事が行われております。なのでさっき米沢から福島の間、普通列車は1日6本しか運転されていないと解説しましたが、そのうちの5本、日中や夜に運転している5本は全て途中の庭坂駅止まりとなっていて、現在庭坂から福島の間、大宇線の普通列車はほぼ運休状態になっているわけなんです。さあ、そしてさっきまでの景色とは一変、さっきもう40キロとかの乗ったらしたスピードで峠越えを行っていましたが、高架高規格路線、そしてすれ違うのはもう日本最速の新幹線ですよ。320キロを出す新幹線とすれ違います。大体の翼号がここから東北新幹線の山彦号と連結をするため、一旦ここで停車、出発して停車をして大体 2,3 回繰り返して、もう乗車をして扉が開く前に山彦号と連結する、そういった形になるわけですね。ホームに入ってもう1回停車で、次で連結です。連結するときは結構分かりやすくて、反動で1回ガチャンとこう後ろ側に傾くわけですね。ここら辺でガチャンと、これで連結が完了です。さっきの大宇本線の区間はぴったり収まってましたが、やっぱり新幹線のホームに来ると隙間が生まれてしまうので、ステップでその段差をカバーするような形になっております。この列車は山彦翼号として東京方面に向かいますが、最近のダイヤ改正ではこの翼号が単独7両編成で東京の方に乗り入れる、そういう運用もね結構増えたように感じますね。新幹線は車両こそ新しくて高性能なものが走っていますが、駅構内を見るとこんな感じで、エスカレーターこの先80メートルと、おそらくこれも開業当初からずっとあったんでしょうかね。国鉄時代とかそれくらいから結構歴史ある表記なんかも見受けられますからね、じっくりと観察をしてみると面白いものです。さあ、というわけで本日は新幹線と在来線が線路を共用する区間をご紹介してまいりました。大宇線内であれば立ち席特急券なんかで安く乗車できますので、皆さんもぜひ訪れてみてください。ありがとうございました。